じゃあクリちゃんの唐揚げこれは砂肝？砂釣り。砂釣り、うん、だね。これが うまいね、うん、塩加減もなんか濃厚なんだよ ね。砂肝すごい柔らかいもんね、うん。いやでもこの油のじわーっていう広がり方俺好きだわ、うん。でもあれ客が来るとめんどくさくて嫌っていうあのおっちゃんもいいよね、うん。おっちゃんいいでしょろくでもねえ客が来る。あなたも十分ろくでもないですよって話だけどねでも確かにあれうまい、やり方うまいよね、うん。だって自分が変にさ客になんだろう下手に出ないわけじゃないけど、うん、自分が優位な立場で優位な商売やってるからね。これがいいんだよ。お客もやっぱり、うん、ああここの唐揚げ美味しいです。今日も作ってくださいな。うん。うん、おい買いに来たぞっていう客はやっぱりね、ああじゃあ帰れ。うん。もうそんなやつね売らんぐらいがやっぱいいよ。うん、だってさ、客さんって神様じゃないよ。神様じゃないよ。うん。お客さんはお客さん対等だよ。うん。うん、全て対等であるべきで、私は唐揚げを作ります。私はその唐揚げをもらってお金を渡します、うん、ただそれだけで、うんうん、客は神様じゃない、うん、何様だ。まあ人様だよね、うん、人様。もう一本ずつ食う。あ、もう一本ずつ食べるわ。そしてこれが俺のものになる予定のジムニーなんで、ちょっとこれが鳥取に行く前に名義変更の壁をちょっと取っ払いに、うん、取っ払ってから鳥取上陸だね。うん、します。で大体もうペーパー歴がまあ3年半ぐらいじゃんそれでもね、大分から鳥取までちょっとスリルドライブしてからちょっと楽しみにしてて、うん。